こんばんは。決まってるよ。決まってる決まってる。ノン。ノン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 。やさめちゃめちゃ気になる。おおおおお。お疲れ様ひな。麻婆豆腐作りたくなりました。食べました。もう今最高よ。私は無敵。一日頑張ってサウナして1週間ぶりに行ってでサウナ友達とお酒飲んで、で餃子食べて麻婆豆腐食べて最高って感じ。いるの家だよ今。とりあえず帰ってきて、私あのナイトルーティーンでいつもだいたいお風呂上がったら次の日が髪の毛なんか巻いたりとかする仕事じゃなかったらアイロンしてから寝るんですよ。でも最近ね洗面所にずっとなんか引っ越してからあの引っ越してから段ボールにその洗面所とかのなんかセットなんか用品とかをなんかバーって詰めたのをなんか2箱ぐらいこう両サイドに置いてたんですよ。でもなんとまあラックをゲットしまして、ラックをゲットしてねちょっと見せてあげる写真。そう、写真こういうラックをゲットして、でもここにね積み上げてたんですよ2段あの段ボールを。で聞いてくれる？まさかの別に何も幅とか考えずに買ったんだけど、だいたいこれぐらいの高さあったらいいなと思って。でなんかその初めこの左側こっち側のここの幅に入れようとしたらちょっとだけ本当にちょっとだけここがつっかえて入んなかったの。だけどこの反対側なんとすっぽり入ったんですよ。やばくない？これは激アツすぎてもう最高じゃんってなってる。だから今こんな感じで収納してるっていう最近の我が家事情をお話し、ラックに関して親父ギャグ。え、なんか言ってた？なんとかラック、なんか言ってたっけ？ハートありがとう。おつにゃん。だから今洗面所のスペースめっちゃ好きで、自分的には気に入ってる。最高、マジこの時間にもうお風呂入って、うわ最高すぎる、はあ、頑張った。1週間ぶりだったけんサウナもマジぶっ飛びやね。もうマジ叫びそうになったもん。そうそうこの感じっていう。
もう汗かいて、あの体の水分がどんどん抜けていく感じ、カラカラになっていく感じがマジたまんない。今日は何もそういう食べずに帰ってきてお弁当を食べる予定だったんだけど、まあほんと1週間ぶりにサウナ友達にばったり会って。どう？治った？カット次なし治った？私がお弁当を食べるっていうところでずっとってこと？多分ね、あれだわ、 Wi-Fi がリビングにあるんですよ。だから多分、まあ、私のリビングから、まあ、なんとなくで、あのこの洗面所まで大体1キロぐらいあるんで、なんか多分ちょっと電波悪くなったのかな。すみません。兄ちゃん、ダメよそんなの。おもちゃどんだけやんねん。ナイスツッコミえ、1キロもし家があったらさすがに私大谷翔平選手に勝てる？大谷選手に勝てる？家のデカさ、さすがに1キロはないよね、どんなにすごい人でも。でもなんでそこで大谷選手が出てきたかっていうと、まあ今日普通にサウナでテレビ見てたら大谷選手と妻さんのニュースが流れてきて微笑ましかったから。田中さん、めっちゃいいよね。でなんかそう、サウナで見てた人たちみんなが、うわーお似合いだねーってめっちゃなんか羨ましがっとったよ。あとはまあカープ見て結構盛り上がっとったね。なんかあの61番の矢野選手が、あの失敗エラーしたんだけどその後にファインプレー見して、したらもうその矢野選手の実況みたいな感じで、そう結構ファインプレーだったんやけど、そっからベンチに帰った後にその矢野選手が抜かれてたんね。抜かれてて、したらこう多分滑り込んだからここが多分怪我しちゃってて、ちょっとあーとかってこうやってやってるところがこう映像が映されてて、そしたらそのサウナとかにいるお母様方たちが、わあ痛かったね、よく頑張ったねとか言って、そのめちゃ褒めるタイムみたいなが始まってて、めちゃまあいろいろ面白かった今日は。そのそれたちを楽しみながら私はサウナに入ってた。サウナの中には友達いないから、私水風呂に友達がいるから。そうそう、私のとこにマシちゃんいません、暗闇。ちょっと待って、そんななんか曲振りみたいなやめてよ。私のとこにマシちゃんはいません。それでは聞いてください、暗闇。多分ねあれだよ、一回シュッてして消したら見えるかも。そうです、サウナの中には友達まだいない。しかも最近なんかわかんない、5月だから新入支配みたいな感じで、なんか新入サウナみたいな人がおるんよ最近。新入社員みたいな感じね。新入とかじゃなくて、あのほんまになんか新しい人たちがめっちゃ多くて、え誰誰誰みたいな、私が存じ上げないよみたいな人たちばっかりなんですよ。そうでもなんか結構まあベテランみたいな振る舞い、まあ、大体わかるよね。なんかこうちょっとこう私とかだったら初めわかんなかった時は、人がこうやった後のに、あこうやってするんだなって真似してやってたから、結構なんか
その人たちは肝が据わってて、多分まあ違うところのサウナから多分転入してきたんだろうね。ゆいちゃん何見てきたんですか。そう、あ、そうそうそう、経験ある転校生、そう、もう転校し慣れてますみたいな感じの人やねんな。だから誰と思いながらまあ向こうも誰やん絶対私のこと。今日なんかまあすごい最近人そういう新しい人が多いなと思ってちょっと警戒してる。警戒サウナ。じゃあここで一旦 CM。 これで、やっぱ若干髪の毛茶色くなったのかな。最近めっちゃ褒められる、マシちゃんの髪色になりたいって言われる。でも地毛なんだよね本当にこの時期感冒、あ、わかる。最近ちょっとじいちゃんもね急の生え変わりすごいから多分そうだと思う。それたのかと思った。うん、なんかね若干茶色く見えるけど黒なんよ。でも若干グレーっぽいって言われる。で髪の毛伸びすぎ。誰今日よく喋るね私。今いい感じだから本当に今世界一いい感じだから。サウナ上がりの一杯決めてるから。昨日本当にマジ申し訳なかったみんなに。昨日ねもう配信やろうと思ってたんですけど、昨日も私東京行ってて10時半ぐらいに帰ってきたんですよこっちに。でもなんか歌唱力の曲を決めなきゃいけなくて、なんか期限みたいなのがあったんですけど、まあそもそも期限が結構短くて、でももうそんな家でさちょっと歌って決めますみたいなそんなことはできないじゃないですか。皆さんお分かりの通りあの大会はそんな簡単なものじゃないじゃないですか。そうだから絶対にそうやって歌って、私毎回もいろんな人にこれとこれとこれも歌ってみていろんな人に意見聞いて決めるんですよね。でまあ本当は昨日とかに決めようと思ってて、昨日が最終日だったから昨日の18時とかにね決めようと思ってたら、まあお仕事になってもう無理ですって言ったんよ私マネージャーさんに。もうこれは無理ですって決めれませんって間に合いませんってごめんなさいって言ったのね。でもやっぱほんまでも最大に待てる期限っていうのがあるから私もその足で広島駅着いてそのままカラオケ直行してタクシーで直行して1時間カラオケ入って曲決めたんですよ。どうですかそれについて。
だから本当は配信したかったんだけど、その時はカラオケにいました。もうめっちゃ悔しかったね。この状況でこれを決めなきゃいけないっていう。まあ決めたんで、まあまだどれに決定されるかわかんないけど。こんばんは。まあそんな事情がありまして、うん、昨日はまあ東京行ってカラオケ行って曲決めてっていう一日を過ごしました。でも本当にその行くまでに、まあ、候補曲あって、もうこれかこれかこれかこれくらいかなと思ってたやつとは全然違うものになったから、やっぱりその自分の感覚と実際にカラオケでエコーなしで全部普通にもう本番みたいな感じでちょっと歌ってみるのとは全然違うから、やっぱ行ってよかったなと思ったし、そこはちょっと自分のちょっと自我を貫かせていただいて。でもそんな簡単なものじゃないじゃんね。っていうことがありました。まああとは練習するだけだけど、まだ決まってないから曲が、これでお願いします決定ですって言われてないから、やばもう眠たくなってきた。明後日はいよいよ公開収録ということで、ん？明後日じゃないね、しあさってか、6日か。明日もサウナ行きたいな。マジ最高、もう体が喜んでる、サウナ入って。こんばんは。今日ちょっとさ、これからお話し会の宣伝画像を作ろうと思ってて、また SNS の更新をお待ちください。みーちゃん、みーちゃん、最後みんなに顔見せてあげて。今日も更新したのでぜひ見てください。今日マジで1週間ぶりにメイクせんかった。肌がちょっと喜んでる。よいしょ。そうだね、お肌の休息日も
ちゃんかわいいってよかったね。いたいた、噛むんですよねこの人は。かわいい、ありがとうございます。こうやって髪の毛が乗ってる。じいちゃん前髪あるじゃん。じいちゃんもめっちゃ毛入ってるな、手足の。これ切ってもらんといけんな今度。ごめんごめん、はいはいはい、そう、抱っこはできる人間やから、人間じゃない、できるタイプの猫やから、そこがマジでよかった。じゃあ今日はこんな感じで終わります。ちょっと短いんやけど、許してください。ありがとう。今日は自分の今一番好きな洗面所からお届けしました。ゴミを捨てるの忘れんようにしよう。またゆっくり、うん、またゆっくり配信するね。ありがとうございました。じゃあランキング読もうかな。5月3日はお披露目の日から、フラワーフェスティバルでお披露目の日から7年だから。13位はおつにゃん、12位はサジカルさん、11位はアシュリーさん、10位はひよこ、9位はゆうさく、8位はおしめななみさん、7位はガンとチャートさん、6位は徳島総監督徳田丸さん、5位はナミさん、4位はピオーネさん、3位は赤月さん、そして第2位はケイセキさん。本日の第1話、第1話、じゃん、みちるさんです。おめでとうございます。おめでとう。指パッチン下手になったね、なんか今日の指の調子か。うん、ありがとうございます。うん、ということで皆さん、今日も一日お仕事の方は本当にお疲れ様です。様いな。そしてゴールデンウィークお休みだよって方は、もう存分にゴールデンウィークを楽しんでください。私は6日にある公開収録はすごく楽しみです。だけどなんか天気が心配、天気だけは心配、晴れるといいなって思ってる。うん、じゃあまた配信するね。5月3日金曜日、今週も1週間お疲れ様ひな。今日は23時から
ST48 のちりめんパーティーが RCC さんであります。ラジコでぜひ聞いてください。今日もリアタイよろしくね。で、まあ、先週の日曜日のホケラジ、そしてスナックマヒナ、月曜日のスナキュンもまだ聞いてない方は今からでも聞いてほしいし、聞いたらちゃんとリアタイツイート、リアタイじゃないね、ツイート、感想ツイート、ハッシュタグホケラジ、ハッシュタグスナックマヒナ、ハッシュタグスナキュンでつぶやいてくれると嬉しいです。今日のチリパもきっと面白い回になってるし、この前の生放送もあったので、その流れでいっぱい聞いてもらえると嬉しいです。それでは9月3日金曜日、今日も一日お疲れ様ひな、ありがとうございました。バイバーイ。こめっちゃエロいね。